ばんは、手作りパンの山近です。秋到来、一角だけ竹は夏というわけで始まりましたね、月見の季節が。今日からこんな企画をスタートさせようと思います。1週間月見生活。ただし、まあ、例年の1週間生活みたいにその毎日丸ごと月見を食べるんじゃなくって、7店舗の月見を1日1回食べます。どこの月見が一番美味しいのか、まあ80キロの口に合うのかっていうことを検証しようという企画です。まあ、毎日食べたらちょっと嫌になるから、私月見を嫌いになりたくないから。というわけで1日目、マクドナルド。まあ王道中の王道ですよね。でも今回は初めて見るふわとろ月見っていうのが出てたから、それを買ってみました。ルールといたしましては、美味しさとリピード、まあ値段とか含めたリピート度を各々10点ずつつけて、どの月見がベストオブ月見だったかっていうのを決めたいと思います。それではレッツ月見お願いいたします。まずちょっとオレンジジュースで口をさっぱり。1位、ふわとろ月見。おお、もう開けた瞬間から卵の匂いがすごいよ。おお、中はベーコンとチーズと卵ですね。いただきます。ソースの量がそこそこ、パンがふわふわで、ベーコンの塩味が結構美味しい。ソースはオーロラ系、他の食材の味が強いから、メインじゃなくて引き立て系のソース。あ、うまい。マックのさ、白身の柔らかさがすごいベストだなっていつも思う。あとベーコンがうまい。なんだ、後ろに漏れソースが。なにこれ、卵、ダブル卵になってるんだ。チュルチュルのスクランブルエッグが結構美味しい。これでポテトとドリンク M がついて、クーポンで770円だった。月見マックシェイクも買ってみました。これは S だからね。いただきます。あ、うまいうまい。甘さがちゃんとしてるタイプのシェイク。まあ、一瞬の出来事でしたが、それでは結果を発表したいと思います。最初だからやっぱ厳しめにつけないと言葉が分かんないからね。マクドナルドの結果は、味7点、リピード6点です。合計13点という結果が出ました。普通に美味しかったけど、やっぱちょっと80キロからしたらもうちょっと濃い味の方が嬉しいかなっていうのと、パンがふわっとした後に全部口の中にちょっとつく感じがあって、でちょんちょんと引かせていただきました。ただやっぱ平均的な美味しさっていうのは素晴らしかったです。多分もう一回食うんだろうけどね。もしかしたら次は普通のにするかもしれません。というわけでマクドナルド13点でした。2日目はロッテリア半熟月見テリヤキバーガー。これね、旨辛とかエビとか選べるんだけど、テリヤキで一番うまそうだなと思ってテリヤキにしました。ポテトとドリンクのセットで、クーポンで870円だったんだけど、紫芋シェイクパフェにチェンジで870円だった。中はこんな感じ。あ、見た感じ、その卵とお肉とレタスとカレーとって感じだね。いただきます。うまい。うわ、うま。マックにはてりたまが封じられてるから、てりやき路線行ったのはすごいいいね。足がうまい。ガツンとマヨネーズと、なんだろうこれ、お肉の焼けた感じ、なんかすごいその香ばしい焼けた肉の味が入ってて、うまい。パンもすごいちょうどいい感じのふわふわ。味がうまいよ。ポテト、ロッテリアの M サイズかな、これ。このくらいの大きさ。あ、普通にうまい。じゃん。これ、この芋けんぴがうまそうすぎて頼んでしまった。まずちょっと上から失礼して。わお、いただきます。秋や。すごい濃厚で甘い芋蜜。これうまい。芋けんぴもマジでうまい。髪につかないように気をつけなきゃ。いい甘さ。シェイクは、なんかがっつり甘いっていうよりも、紫芋の甘さ、美味しさが出てる。ちょっとうまいな。これにしてよかった。あの時の自分へ、これにしてくれて、ありがとう。ロッテリアの得点は、味8点、リピード6点です。いや、もうちょっと味がうますぎてリピートしたいんだけど、やっぱクーポン使って見たの820円だったから、この感じにしました。イエス、ブレはありません。というわけで、また明日お願いいたします。3日目でございます。今日のハンバーガーはバーガーキング。バーガーキング、実は他の月見とは全然違くて、卵のことを月見って言わないのよ。何を月見かっていうと、パイナップル。いやー、デザートとして食べるパイナップルは結構好きなんだけど、あったかくなった瞬間あんまりちょっと食べない。だからちょっと申し訳ない、今日の月見合わせはパイナップルパイだったんだけど、それは遠慮させてもらいました。すいません。ビッグサイズのバーガーチャレンジしたいと思います。それではいただきます。悪くない。
ない。甘酸っぱい具が1個入っただけみたいな感じ。よくあるその酢豚のパイナップルとかと同じ温度感だね。あ、でも目隠ししたらパイナップルってわかんないのかもな。味付けも照り焼きでしょっぱい系だし、お肉とか他の具とかも割としょっぱい系だから、なんかそこに入ってるアクセントみたいな感じでパイナップルが浮き切るみたいなことはあんまりないかも。これは新境地。まあいろんな月見があるよね。地味にあの入ってる薄切りベーコンがめっちゃうまい。バーガーキングはね、付け合わせを30円プラスでオニオンにできるんですよ。オニオンリング大好き。これも軽っ。セットで1280円とかだったかな。だからがっつりそのハンバーガー屋さんのハンバーガー系。他もハンバーガー屋さんなんだけどね。それでは結果の方を発表したいと思います。味4点、リピド1点。ちょっと大丈夫かなこれ。あくまでもその80キロ女子の山近が決めるあれだから、その、まあ、もう一回買うかって言われたら多分買わないけど、何かの拍子で出会ったら全然食べるっていう意味で1点にしました。美味しくないわけじゃないけど、1000でしたらやっぱアボカドのセットとか、あとなんか照り焼きのセットとかも本当にね、バーガーキングは私他にめっちゃ好きなメニューいっぱいあるから、そこに勝てるかって言われたらちょっと勝てないかもなっていう気持ちで、ちょっと低めのレビューになりました。あくまでも私個人の意見なので、まあ、参考にしたりしなかったり。というわけで次の日行ってみよう。4日目、今日はモスバーガー。これ去年食べてめちゃくちゃうまくてしばらく忘れられなかった月見フォッカチャですね。うわーうまそう。知ってるからな、もううまいの。これはすごい。フォッカチャに半熟卵とゴロゴロソースとソーセージ。いただきます。うまい。まずフォッカチャにしたのが大正解。もっちもちのパンが超最高で、ソースがガツンと濃い味のボロネーゼ系、ミートソース系のソースなの。かなりスモーキーなソーセージとめっちゃ合ってる。で、中に千切りのキャベツが入ってんだけど、こいつがもう黄身とソースってびちゃびちゃになるのが最高。うまっ。いやー、今年もうまい。モスはセットで1030円とかするんだよね。そのセット内容をね、季節のね、お芋シェイクに変えてしまったんだけど、数量限定混ぜるシェイク、さつまいも、鹿児島県産紅はるか、マロンゴールド。うおー、すごいね。いただきます。もっもたもた。シェイクと芋ペーストの間ぐらいもったもたしてる。セットでプラス料金だとこれが M サイズが選べるのよ。いいよね、 M サイズのシェイク。でね、鬼ポテがついてくると。パッと見量少ないけど、やっぱモスのポテトはね、太いからね、ちょっとお腹に溜まるのよ。結果は、味10点、リピドは7点です。いや、やっぱちょっと高級だった。んだけど、でもその単品だったら540円ぐらいかなで頼めるから、まあモスのこれを食べたいときは500円ちょいでスーパーリッチ体験ができるっていう幸せの振り方にするかな。でも味はもう本当に文句なしで超うまい。お次のハンバーガーはこちら。5日目の今日はウェンディーズ。実は私ウェンディーズってマジで片手で足りるくらいしか行ったことなくて、月見シリーズが出てるのも知らなかった。お決まりの目玉焼きにポテトが加わったウェンディーズの月見を味わう前にレモネードソーダ40円足してビッグサイズにしたんだけど大正解。ちなみにトータルではクーポン使って1210円でした。さて気になるハンバーガーのお味は、めっちゃ肉、びしゃびしゃソース味ってよりももう本当に肉味、ベーコン味、素材の味がめちゃくちゃ生きてて美味しかったんだけど、本当にね、なんでかわかんないんだけど、ちょっとだけ、マジでちょっとだけ、ちょっとだけ納豆の味がする。でも私マジで舌に自信ないし、多分こっちのせいだと思うから気にしないで。ポテトは中の芋がしっかり残っててザクザク珍しい食感だった。にしてもレモネードがうますぎる。濃くて甘くて最高でした。さて気になる結果は、味4点、リピード1点でーす。こればっかりはやっぱちょっと納豆の味がしたからしょうがないんだけど、でも肉がうますぎたから次は違うバーガーにチャレンジしたいっていう気持ちの1点でした。あとクーポン使っても飲み物とバーガーだけで1000円超えだったから、もうちょっと納税額が増えたあたりで来ようかな。チャンネル登録お願いします。6日目、今日はケンタッキーを食べに行こうと思うんだけど、最近ブルーベリーにハマってて、さっきバカ食べたら口の色が本当にしっかり本物ブルーベリーになっちゃったから、お化粧していく元気はないんだけど、下のブルーベリーリップでごまかして、こいつで何かグラデーションしてきたんですよみたいに。ちょっときついな。あーどうだ、よしいけるかな。唇だけこんなテカテカでウケるよね。とりあえずケンタッキーに
行ってきます。というわけでやってきましたケンタッキー。ケンタの月見も食べたことなかったんだけど、実は一番期待度が高かったのがここです。今回は月見はかつ具沢山タルタルにしました。そして今ケンタッキーでは飲み物が SML 全部100円なの。バーガーはクーポンで540円、月見パイは300円で合計940円のセットをいただきます。さてメインの月見のお味は、うん、まー、まずカツが柔らかくて最高。染み込んだ照り焼き風ソースにゴロゴロタルタル、黄身がとろーり溶け出せばもう神の一口。タルタルソースはちょっと癖があったんだけど、それもまた美味しかった。月見パイの方はもうちょっと中身が入ってるといいなっていう印象。まあ、標準体型の人がどう思うかわかりません。ただお餅は冷やかしじゃなくてしっかりお餅だし、カスタードクリームも甘くて美味しい。パイも何層にもなっててクオリティ高いし、まさに300円のお味でした。さて気になるバーガーの点数は、味9点、リピ度10点です。これはもう完全にリピですね。今月であと何回食うかなっていう感じです。さてあっという間の最終日7日目でございます。ラストは米田コーヒーです。それでは行ってきます。というわけでラストはコメダコーヒー。秋メニューの充実度が半端ないね。合わせドリンクはスイートポテトジェリコ。これは生クリームがしっかり甘くて、下のほろ苦ゼリーとめちゃめちゃ合う。飲み物自体は芋ってよりもスイートポテト風。てかこれは飲めるパフェです。さてラストのお月見バーガー。お月見フルムーンテリヤキバーガー。これはちょっとカメラの色味で見えづらいけど、黄身もちゃんと入ってるから安心して。そしてコメダといえば逆写真詐欺で有名だけど、このバーガーは月見シリーズの中で一番でかかった。820円のお味は、あーうまい。まずお肉の厚みが桁違い、単位はメートル。もうしっかりしすぎてて、こいつはハンバーガーじゃなくて多分ハンバーグとそれをなんか挟むだけのパンっていうか、その器置き皿としてのパンと蓋としてのパン。こんなにボリューミーなのにレタスもたっぷりでジャンキーな感じが一切ないの。ただマヨネーズの味はすごくするよ。ハンバーガー単品としての値段はズバ抜けた820円だけど、これさえあれば何にもいらない。デザートだけで大丈夫。そんなガチ飯コメダの結果は、味8点、リピ度7点です。めっちゃ美味しかったんだけど、コメダコーヒーにハンバーガーを食べに来るかって言われると分かんないから7点で、でも味は本当に美味しかったです。チャンネル登録お願いします。はい、というわけで1週間月見を食べきりました。まあ他にもファーストキッチンとかもあったんだけど、まあ今回はちょっと省かせてもらってこの7種類を選びました。やっぱ私月見が一番好きなんだけど、その月見の中でも結構好みが分かるしって、とても楽しい1週間にさせてもらいました。気になる結果発表したいと思います。すべての結果はこちら。というわけでケンタッキーが栄えある1位に輝きました。モスとかコメダとかも結構美味しかったんですけども、ケンタはね文句なしの1位ということで、まあ、これは完全に80キロの山近が選んだ月見バーガーなので、みんなも自分のお気に入りの月見をぜひぜひ参考にしながら食べてみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。以上手作りパンの山近でした。かねかねありがとうございました。でここから先は完全に余談なんだけど、モスのさつまいもボール、ちょっと当時は食べなかったんだけど、なんか人気すぎてそこかしこで売り切れてるので、ちょっと気になって買ってきちゃいました。いただきます。うまっ優勝。外側がちょっとだけサクッとしてて、もっちもちの生地に熱々さつまいも、これうまっ。もうなくなっちゃうよ。早速ちょっとリピをしてしまいました。あ、びしゃびしゃで美味しそう。パツはね、このミートソースがちょっと重たいって言ってたから、本当にあれだね、80キロの口です。80キロの味覚です。うまそうです。